荒井博文です。181センチです。俳優やってます。よろしくお願いします。紹介ね、内容でネタバレしちゃいいんですか。ネタバレしないような感じ。なんだろう、日食が絡んだ夢と現実のお話です。結構 S な質問しますね。何や、うちに限ってですけど、あの撮影全部一人でした。そこが意外と見どころかもしれないです。今ツイッターやってて、あの途中で充電器なくなっちゃったから困っちゃいました。楽しいのはやっぱもう現場、どこの現場行ったって楽しいんで、もうほんと撮影自体が楽しいです。で、あのショートだろうが、まあ、長編だろうがやることは一緒なんで、全く大差ないですね。何にも変わらずいつも通りやってました。25分、まあ映画撮るんだったら好きなキャストと好きな女優さんを使いたいですね。わがままに、わがまま、全部わがままにしたいです。キャストもスタッフも全部うちの好きな人とやりたいです。出るのが好きなんで、まあ、あ、それ言ったらうち監督って、うち主演やりますね。好き放題やっていいって言うから、はい、主演は荒井博文確定です。まだ本当今終わったばっかなんで、どういう作品になってるか分かりませんが、きっと素敵な作品になってると思います。そう願ってます。ぜひあの楽しんでください。お願いします。うちはショートショートフィルムフェスティバル&アジアを応援してます。絶対なるべく映画館に見に来てください。お願いします。